久野静香は、日本テレビのアナウンサー。愛知県大武市出身。愛知県立刈谷北高等学校、法政大学国際文化学部、国際文化学科卒業。法政大では、自主マスコミ講座に所属。2012年4月、日本テレビに入社。2012年6月より、日テレ G の徳光和夫の週刊ジャイアンツに出演。 2012年7月4日より、ZIP の、ショービズニュース及び、ショービズトゥデイを担当2012年10月7日より、新人アナの日新月報に出演。2012年10月27日より、サッカーアースのアシスタントを担当。2013年4月1日より、ZIP の、フィールドキャスターを担当。2013年6月26日より、ザ・ 世界行天ニュースのアシスタントを担当。2020年10月6日。2013年9月30日より、BS、日テレの、真相ニュースニュース読み、天気を担当。2014年4月より、ズームイン。サタデーの、ニュース読みを担当。また同月より、ニュースゼロの金曜のキャスターを担当。2015年10月1日より、ニュースゼロの月から。 木曜のキャスターを担当。2017年10月より、日テレニュース24のザソーシャル金曜のキャスターを担当。また同月より、ニュースエブリー、サタデーのメインキャスターを担当。2018年4月14日より、カウントダウンフールのナレーションを担当。2018年6月4日より、情報ライブミヤネ屋内の東京スタジオ初ニュースコーナーのキャスターを拡充で、 担当。2018年10月1日より、バゲットの月曜版に出演。2019年10月2日より、真相ニュースのサブキャスターを担当。トリビアマイナス同期は、安藤翔、安村直樹、杉野真奈美の3名。野球三笠に、大学生時代に東京ドームで、ビール販売のアルバイトもしたほど、お互いに肉が好きということから、肉肉の日にあたる。 この日を選んだ。ありがとうございます。